い、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけでコメントいただきましてありがとうございます。安めの CSR もしくは CHR でこれから値段が上がりそうなカードありますかということですね。これ正直言うとですね、ゴールデンウィーク前だったらですね結構目つけたのあったんですけれど、まあ、ちょっと今ってなると結構上がっちゃってたよなと思いながらね、嬉しいコメントいただいたんで、今回は自分なりのねちょっとね予想をね踏まえてね伝えていこうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ちょっとサイトの方もお借りしてます。でですね、まずですね、まあ、ちょっとねこのねサイトのね一覧のところで映ってるところだけ紹介していこうと思いますが、こちらまずジャローダ V なんですけど、こちらの方はもう間違いなく上がると思ってました。でですね、まあ、メイがねめちゃくちゃ今高騰してるんですよ。まあ、その影響は絶対にあるよなって思っていたことです。白熱のアルカナですね、まだね再販の可能性ゼロじゃないということで、ちょっとですね思いっきり行くのは難しいなと思ったんですけれど、先々日ぐらいまでが6000円で、今5月14日母の日ね、今日はですね、まあ、大体8000円ぐらいで、でですね PSA の方もですね、あの10がですね2万円切ってたから僕実はその外に買っちゃったんですけれど、今ですね、まあ、安く見積もっても2万5000ぐらいは行っちゃってるのかなって感じで、最終的に3万までは行きそうだなと、その後ちょっとどうなるかわかんないなと勝手に予想しています。で口と部位はちょっと難しいと思いますね。続きまして、ルレイドとラブと、ここら辺も注目されているカードではないので、そんなに変わらないんじゃないかなっていう感じです。はい。で、拡張パークバトルリージョンなんですけど、まずガブリアス V ということで、シロナさんが美しく映っておりますけれど、このね、シロナさんは今、あんまり注目されてる感じしないんですよね。で、スターバースのシロナさんと、V ユニのね、シロナさんね、V ユニの方はですね、イラストがいいよってことで、ね、結構ね、値段頑張ってるんですけれど、スターバースはレギュ F なので、ちょっとね、まだ注目がね、されてないから、今のうち目つけるの実ありなんじゃないかなって若干思ってたりもします。でですね、スターバースのねシロナさんですね、あのに関してはですね、一時期ね7、8000円ぐらいまで上がって今5000円前後で、ね、落ち着いてるんですけど、やっぱ PSA の方の値段も上がってるんで、ね、ちょっと自分はねそこもねいいんじゃないかななって勝手に思ってます。でスターミーはねいいと思う。やっぱ今度ね6月のね発売されるですねポケモン151もねありますし、やっぱ今ですね、まあ、原作ねカスミとかですね、やっぱサトシとかねそっち系の値段はねめちゃくちゃ上がってるんで、まあ、スタミン今までの上がっちゃってると思うんですけれど、これはねいいと思います。すごくねいいんじゃないかな。じわ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 、当初はですね3000、4000とかも今8000円ぐらいまで行ってますんで、これねまだねもうちょっと上がるんじゃないかなって気はしてます。ただね全体的な高騰もね自分ねあともうちょっとで一旦収まると思ってるんで、今ね結構上がりきっちゃってる状態なんでね、ちょっと様子見をしながら、まあ、ちょっとこれは注目してもいいんじゃないかなって思ってます。でここですね、まず V クラなんですけど、 V クラのですねやっぱアセロラの予感がめちゃくちゃ値段上がりました。なのでですね V クラに収録されてるカードっていうのはちょっと注目してもいいと思いますが、今んとここの辺は来ないね。来ない。白馬もねそろそろあれだけど来ないと思う。ゼラオラはちょっと気になる。でここの2つはねこれちょっと数が多すぎるんで、なんですけどね、ピカチュウ VMAX はもしかすると PSA、今まで多分6、7千とかだったと思うんですけれど、注目されてくるとここは1万超えてくるんじゃないかな。今超えてるのかな、ちょっとすみません確認しないんですけど、この辺は来ると思う。アニポケでピカチュウ出てて全然ね今のピカチュウじゃねえよなんて話も出てますけれど、この辺は来るんじゃないでしょうか。カード自体が弱い。あ、これは若干来ると思うけど、4枚って結構ね、あの、投資に持ちにくいんですよね。PSA にもしにくいしね。ミンフィアも若干来ると思います。EV ヒーローズの方はですね、かなり抑えといていいんじゃないかなと思います。EV ヒーローズは、やっぱね、もうね、今結構注目してる人多くなってきてると思うので、ね、EV 系、特にブラッキーはもうすでに値段が上がっちゃってるんですけれど、ミンフィアと、ね、この辺はね、まだね、上がりきってない状態なので、まだ狙えると思います。ミミッキーも、ここはもう絶対もう、斎藤先生だし、これ絶対ね、もう今値段高いですけどね、若干下がってきました。めっちゃ上がったと思ったら、若干下がって7000円前後で買えるんで、ここも見ていいんじゃないかなと思います。一時期ね、7、8000、9000まで上がって、4000円ぐらいも下がったんですけどね。で、ミミッキュー V も多分釣られて上がっていくと思います。この2枚もいいと思います。アスロラがまず上がってますからね。来ない。可愛いけど来ない。来ない。この辺はもうね、連撃とか一撃とかもそろそろ終わっちゃいますし、まあね、効果としてって見る方が多いと思うので、ガラルが有利。ね、この辺も当時強かったんですけどね。あ、もうブラッキーはもう確実にね、あの、釣られて今上がっても3000円ぐらいになってると思います。こちらもね、4000円だったのがね、今ね、この2日3日で5000円まで上がってます。PSA もですね、2万切ってるのはもうないと思いますけれど、でも多分2万5000円とかでも全然買っていいんじゃないかなと思います。ちょっと今いくらかわかりません。すいません。
っていう感じですかね。ハピナスもね、結構人気キャラでね、まあ、ポケモンセンターのお姉さんの方もですね、行動しました。アニポケでね、レクーザの黒いの出てきたからどうなんでしょうかね。今んとこあんま注目されてないけど、もしかしてっていうのはあるかもしれないです。で、CHR の方もですね、かなり安くなってるんで、CHR ね、かなりね、大量購入できると思うので、そちらの方も見ていきましょう。まず、テルナーとチルタリスはもう絶対来ると思ってた。もうキャラ人気が半端ないですからね。で、もうすでにこれはもう値段がかなり上がってきちゃって、PSA の方もですね、確かね、チルタリスのはもう2万超えてる状態で、テルナーが今1万前後だと思います。もうここに関しては、もうちょい行くと思う。チルタリスも行くと思うんだけどなぁ。ねえ、まあ、ただ数がね、これ結構 CHR なんで多いので、ここはね、ちょっとあんまりね、手に入りやすい分、行き過ぎない方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、ここのピカチュウさんもですね、上がると思うんですけれど、やっぱダークファンタズマ自体が、まだ再販される情報も出てますし、ちょっと今ですね、すぐここで来るぞって感じじゃないと思うんですよね。むしろね、逆を言うんだったらですね、まあ、原画人気もあるんですけど、野党さん姉妹の、SR ですね。まあ、このダークファンタズマじゃないんですけど、こちらに入ってるカードの方がまだ1000円ちょいで買えるんだったら、全然、あれイラストもいいし、2、3000円ぐらい伸びるんじゃないかなって勝手に思ってます。あと、ここは外れかなぁ。なたねさん。いや、難しいなぁ。はい、でですね、まあ、先ほど EVP、まずリザードンはもう無条件でいいです。ポケゴーのリザードンのですね、輝くリザードンですね、ポケゴーのイラストめちゃくちゃ良くて、当時3000円したのが、一時期年末500円ぐらいになったんで、すごいね、安いと思ってですね、自分も何枚か購入したんですけれど、ポケゴーはもうね、カツカツになったんでね、そろそろこれから上がってくると思いますんで、注目しておくてですね、もちろんこちらのね、ダンデさんのリザードンもですね、全然いいと思いますし、もう今すでに上がってるかもしれないですね。で、ブースターは EV ヒーローズ系なので、ぜひ狙ってください。シャワーズも EV ヒーローズ系で若干上がるんじゃないでしょうか。で、モスのは残念ながらレギュディでね、表説も良かったんですけど、今代わりのカード出てますけどね。はい、サンダースも抑えていい。モココはもうね、もうどう考えてもいいので強い。ゼクロもやっぱね、N の覚悟のね、値上がりによりかなり来ましたね。もうだから多分、今から買おうと思ったら結構高くなっちゃってるんじゃないでしょうか。で、デンネもね、まだそこまで上がりきってないと思いますけど、めちゃくちゃ伸びるとも思えないんで、ね、イラストいいですけどね。ということ。あとで、個人的に今頃お伝えしたいのは、斉藤さんが意外にそんな値段上がってないなって、メインの方ですね。SR の方なんですけど、そちらもちょっと僕はね、見ていいんじゃないかなって思ってますね。あと EV ですね。はい。こちらの方、ぜひぜひ押さえてみてください。もうこの辺はもう手遅れですよね。普通の人じゃ買えないような金額になっちゃってますんで。はい。というわけでね、だらだら喋ってしまいましたが、参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またなんかコメントとかありましてね、もちろんね、カードの購入は自己責任でお願いしたいですし、僕はあくまで参考程度にね、自分の知っていることと予想を話しますんで、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。